はい、えー、それでは、えー、令和2年予備試験の論文式試験の、えー、分析会、えー、民法の方を進めてまいります、えー、担当いたしますのはレックスン任講師弁護士の田中と申します、えー、よろしくお願いいたします、えー、それではですね、えー、本日ですが、えー、と分析会というで民法の方解説に入っていきますが、えー、まずあの今年の予備試験ですけれども、えー、民法の改正ですね、えー、改正後民法の初回の問題ということになりますのでまあおそらくは改正から出るだろうなというのは あ担当もね、真正面から担当で、改正内容がどんどん問われてたことからと、あとは去年ですね、物件から中心で出されていたとまあいうことを考えると、こ今年は債権なのかなというところでしたが、実際、質問にですね、質問については責任財産の保全について、真正面から問うというところになってましたので、ある程度は、あの、 出題の方はまあ予想している方もいたのかなと思いますが、た確かに設問1とかですね。えー、は、総則からの問題だったりとか、まあ,ある程度まあ、あまり改正にとだわれずにね、えー、しっかり真正面から向かえていけば良かったのかな？という問題だとは思います。で、一応設問ですね。時間の方も、えー、限られておりますので、えー、本日お配りしています、えー、令和2年の分析会資料の方ですね、えー、問題、えー、それから回答のポイント参考答案みたいのが1個あります。けれども、まあ、1問ずつ確認をしていって。そしてまあ一緒。 法案構成をかけていきながら、まあどのあたりのところをまあしっかり解いていくのかというところをまあちょっと示していければなと思っております。まず、えー、問題についてはですね、まあ事前にお読みいただいているという前提になりますが、一応、えー、簡単に、えー、ポイントついた確認していきます。えー、まあ登場人物 A ですね、えー。早くに夫と識別し、えー、A 所有の、えー、土地上に建物を建築して一、えー、人で暮らしていたと。まあ土地建物が本件不動産ということですから、まあ、えー、まあ女性なんですかね、A さんが、えー、本件不動産に居住していると。で身の回りのことは一人で行ってたんだけど高齢者だったので。 まあ娘が出てきて娘が A の自宅を訪問して A の様子を見るようにしていたわけですね。で2名 事実2ですけれどもで令和2年4月10日に A の友人である C が自宅を訪ねると A は廊下で倒れており呼びかけても返事がなかった、えー、でその後救急搬送されたんだけれども、まあ、意識不明の状態で入院していた、まあ、ここまではまあ前振りみたいな感じなんでしょうかね。で,質問3ですね事実3の方で令和2年4月20日ですね娘である B が自宅を訪れて A の命を助けてくれたことの例を述べたそしてここから先ですね C が B から A の意識がまだ戻らないこと A の治療のため ために高額の入院費用がかかりそうだが、えー、突然のことで資金の調達のあてがなくて困っていることなどを聞き、えー、無利息で100万円ほど調達しても良いと申し出た一応、まあ、ポイントとしては、まあ、入院費用目的ということですね、まあ、C からの申し出になりますね、C からお金貸していいよということですが、まあ、ポイントとなっているのはまあ入院費用ですね、A の治療目的の入院費用であること、えー、それからそれが無利息であることあたりですかね、まあ、後々になって出てくる内容になります。まあ、大体そんな感じで、まあ,であとは 一応、触れとくと C は友達なんですかね、A の友人である C がまあ A のためだったら入院費用を渡してあげるよという形で行ったわけですでで、B と C との間では返還時期の定めなく金銭消費対職契約を結んでいます、まあ、言ってみれば C の申し出に対する承諾をあったということですね、でその時に、まに今回の問題の一番重要なところ、ここですね、本件消費対職契約の際に B は A の代理人であることを示しています、で代理人であることを示した上でえで、ー、受領して100万円が入院費用に充てられています。 入院費用に当られていますでその後、ですね平成令和2年4月21日、まあ、翌日なんですかねこの日に行われてその次の日翌日に家庭裁判所に対して A に対して貢献開始の審判を申し立てていますでそこでその後3ヶ月後になりますかね7月10日に家庭裁判所が A について貢献開始の審判をして B は貢献に就任したつまりこの平成2年の7月10日の段階で貢献開始ですね。 えー、貢献開始がなされていますでそこで C が B に対して、えー、貸金返還を求めたところ、えー、B は A から、えー、本件消費対策契約の代理権を授与されていなかったことを理由として拒絶したと、まあ、いうことになりますですから、まあ、状況としてはですね C としてはどうやって貸金返還を請求できるかという問題になっていますが、まあ、A としては、これはまあ、もちろん、えー、と状況としては、えー、と A が本人でしてで、まあ、B と C との間で一応、懸命ありですね。 懸命がある状況です、でえー、実際に金銭消費対策契約ですね、えー、金銭消費対策契約を結んでいると、まあ、いうことになりますするとまあ問題の所在としてはあのー、これやっぱり当事者の視点から考えていくべきで一番最初 C が A に対して貸金返還請求することができるかの前提としてあの C は有権代理の構成を取っていますねこれはね。 一応、事実でいうと事実の3の講談ですね、事実3の2段落目を見ていただけると、事あの実際に A の代理人であることを示していますから、まあ、C としては、まあ、B に対して貸金返還請求をしているんだけど、要はこれ、後見になってますから、平成2年の7月10日に後見に就任していますから、言ってみれば、 A に対するこれは返還請求をしているということ、ねまあ実際この人自体は本人に当たるわけですねで本人に効果帰属をしているという前提で、まあ、C から B に対しては有権代理を前提とした請求をしていると SK は請求です有権代理を前提とした返還請求をかけています。まあ、つまり 効果、えー、貴族は A という前提ですね。で、B に対して返還請求しているのは後見人だからです。えー、後見人ということですから、まあ、条文、えー、ある方は、条文で確認していただければというところですけれども、えー、後見人ですから、えー、859条1項ですね、えー、は B は859条1項に基づいていますから、えー、後見人として、えー、財産行為ですね。えー、っと そうですね、財産に関する法律行為つまりあの弁済ですよ要はね。 後見人として財産に関する法律行為の代表権を持っていますから A が債務者であるという前提で後見人 B に対して払えと言っているということまずこの前提を外しちゃうと結構あのごちゃごちゃしちゃうので一番最初、当事者の主張としてはまあ有権代理を前提として主張しているとでそれに対して B, B がじゃ何を反論としてあるかというと要するに代理権の献血ですよね実際に平成2年の4月の月日ですね、え。ー 平成えー、と何年だっけえっ、ー、と二年ですねすみませんあこれ令和ですねごめんなさいね令和二年の四月の二十日か四月のこれごめんなさい R ですね R ですね令和二年四月の二十日の段階で代理権なしとということですよね要するにこの問題文から見ると あの正直、ここは読み解かなきゃいけない部分がちょっとあって大変なんですが、えー、一応当、当事者としてもこう言ってますもんね、本件消費対策契約の代理権を授与されていなかったことを理由として拒絶していますので、するとまあ代理権が存在しないと、まあ、いうことで無権代理だということですね。 えー、ということになります。で、という無権代理だっていう主張をしていて、当然これ B は無権代理人の責任は負うことになりますよね。無権代理ならば。ですが、設問としては、これは B に対しての責任追及は一切考えなくていいわけですよね。設、えー、問一、まあ問題文丁寧に読んでいくと、A に対してって留保がついてますから、えー、まあ実際に B としてはこれが無権代理ということであれば、無権代理人の責任ということで、えー、民法でいうと百十七条一個の責任を、えー、当然得る B は、えー、無権代理人個人として負うことになりますが、えー、本件においては この無権代理人の責任の追及については設問としては入れていない A に,対して責任追が A に対して履行請求ができるかという問題になるとすると、まあ、言ってみれば有権代理無権代理の構成で,でこの後に本人に効果規則させるためには、まあ、2つしかないわけですよね無権代理から追認で有権代理に戻していくか無権代理から表権代理に進んでいくかですよね えー、つまり、まあ、一応よくある代理の形ですよね、えー、有権代理、無権代理で、そこから表権代理に進む場合と、まあ、無権代理からの追認による有権代理のどちらかということになります。で本問では、じゃあ、C としてはどっちの請求が立つのかってことなんだけども、表権代理で考えていくことはやや難しいのかなと思います。えー、少なくとも えっと状況としては当時、全く無権限なんですよ、娘であるだけということになりますね、えー、娘であるということになりますから、基本代理権がそもそも存在していないんですよね、まあ、なんか無理やりね、夫婦の基本代理権みたいな感じで、まあ、無理やり持っていくということも可能ではあるんだけれども、まあ、現実的にやや難しいのかなとは思います。て、えー、てももを使おうにしても、まあ、基本代理権がなないいんじゃないかと あとは109条、112条あたりの表権代理規定を使っていくこともやや難しいなというところから、まあ、なんとか C に履行請求するあ A に対して履行請求させる、まあ、言ってみれば A に効果帰属をさせるためには、なんとか追認してもらうということになるんだと思います。えですので、まあ、B は後見人ですから、859条1項に基づいた代表権がありますから、B による追認権ですね。 まあ何とか追認で有権代理に戻していきたいと、まあいうところですね。まあ追認については条文もちゃんと指摘適時しておくと、えー、追認に関してはえっ、ー、と百十六条ですね。え百十六条がありますので、えー、まあ追認すれば遡って。えー 効力生じますから最初から有効な A との関係での、えー、金銭消費対策ができると、まあ、言ってみれば、えー、追認権の代理行使、まあ、先ほども出てきましたがあの財産に関する法律行為これ追認も含まれますよね、えー、実際に貴族の有無を決めますから金銭消費対策契約の貴族の有無を決めていくということは、えー、追認をする、まあ、言ってみれば無権代理行為の追認をするもしくは追認を拒絶するという行為自体は、えー、財産権を目的とする行為と考えて構わないということですね。ですから この追認権の代理行使は859条の財産ですね、財産に関する法律行為の一環として、追認権を代理行使させるということになります。 でそうすると、まあ、この表権代理の筋というのは一応あったんだけれども、まあしょまあ、どちらかというとこちらの追認計のほうでいくというのが、まあ、自然だと思いますででおそらく受験された方でこれ表権代理で考えた方も結構多いと思うんですねで基本的には表権代理で検討した方はあのそれが使えるということを説得的に論じられているかどうかというところだと思いますあのだから表権代理で会うとかアウトとかそんなこと全くなくて要は無権代理に対する反論ですよね無権代理に対する対当事当者の反論としてのチョイスとしては表権代理 あるわけですよですからその「表権代理」の規定を使いうるということをなんとか論じられれば例えばやるとしたら110だと思うんですよねなんとか基本代理権を作っていくっていう、まあ、作り上げるしかないですよねあの夫婦の基本代理権みたいにね、えー、夫婦の日常家事代理権みたいな法廷の代理権とていうのなかなかないのでなん、まあ、とかその「 その実の娘だと思われますからまあ娘としての扶養義務とかそういったところをうまく考えていくということにはなろうかと思いますがまあ本流としてはこっちになるかなとするとまあ B としてはじゃあその後どういう主張が出るかといったら追認拒絶ですよね B としては当然のごとく859 85条に基づいて追認拒絶権がありますからまあ追認拒絶をするんだと。 まあいうことが権利行使としてあり得るということになります。とすると、この後 c からの反論として、まあ、この追認拒絶が許されないっていうことを主張していけばいいわけです。いいですね、えー、追認拒絶は許されないで、本問ではおそらくあの分析会の資料でも回答のポイントもあったと思うんですが、今回言ってみれば相続ではないんだけれども。要は？無権代理人が本人の貢献になったって場面なんですよ。 ですから自ら無権代理行為を行っているものがその本人として要するに本人の後見人として追認を拒絶するということが審議則上許されるかどうかというあの無権代理と相続の議論とまあオーバーラップするところになってくるわけですよね。えー、自ら無権代理人として勝手にこういうことをやっておきながらそういうことをやっておきながらじゃあ実際に後見になったから後見になったからじゃあ、効果帰属はさせませんということが果たして許せるかということになってくる。するとあとあは 審議則上の追認拒絶とできませんとだから追認するしかありませんというふうにするかどうかですよねであとはこれの成否を検討していけばいいということになりますですから問題文としては、えー、その無権代理人が本人を相続失礼しました あそうですね、無権代理人が本人を相続したのと同じような、えー、状況と考えれば要するに無権代理人の地位と本人の後見に至る地位が並存しちゃってるわけですですから、まあ、あとは資格並存っぽく考えていけばいいのかなとというか今回の場合はあのごめんなさいね学説とかではなくて相続の場面ではないので資格は並存してますからね事実ね。 いいですね、その無権代理人自身であるという資格は当然いてそしてまだ生存している貢献人の,あのまだ生存している被貢献人の貢献人ですからその貢献になる地位とその A の貢献人たる地位と B という権利能力の主体たる B という地位はその名の通り、並存してますからその資格並存説ですね無権代理と相続の資格並存説をそのまま使うべき場面になるということですね。ねあとは これが審議則上追認拒絶ができるかどうかを検討していけばいいとなります。でおそらく試験対策上もし間に合わないということであればこれでもう無権代理人が自らいや無権代理行為をやっときながら本人を相続するとは決しからあ本人の後見になってから拒絶するなんていうのはそれはもう禁犯限で許さんと。 いうことで審議則上、許されないと、まあ、いうようなことを書いてしまっていいのかなとは思います。いいうことは禁犯言そのものでしょう自分から無権代理をやっときながらそれで本人の地位があ本人の貢献人になったときにその効果のってものを否定すると、まあ、いうことになってくるのはいかがなものかでもいいですしあとは、もし余力があれば事実関係で審議則ですからね。 えー、あくまでもなんか複数根拠があった方がいいだろうとつまりこの人に追認拒絶をさせるべきではないという事情があればできる限り拾っていくでそれが多分このあたりなんだと思うんですよその A の治療のための入院費用であることですよね、えー、A の治療のための入院費用であって、まあ、後見人としてはこれは追認するしかないような状況ですよね後見人の立場としてもいいです、ね、あの要するに A つまり非後見人のための入院費用って必需品ですよねそのための費用で実際それで使ってんだよね 実際ここにもありますけど事実3にあるとおり受領した100万円を入院費用に充てたという事実もありますから、まあ、現にその後見人の財産のために充てられた費用であればそれはやはり、追認すべきですよね、その金半減だけじゃないんですよ、その金半減というその、えー、ネガティブなものだけではなくてむしろ非後見人のための代表権なわけです、後見人は。ということは非後見人のために実際に使われた費用であれば、非後見人が支出すべきなんですよね。 であればそれは禁犯減のみならず追認するべきという事情にはなるよね。であとはもう一点、えー、無利息であることこれ無利息であるということは非貢献人に対してそこまで過酷なことを課しているわけじゃないんですよ例えばこれが、ね、あの年利がもうなんか上限までかとか、ね、そういうふうなものだったりもしくは暴利になっているんだったらそれは拒絶する理由があるじゃないですかだって非貢献人の財産を管理するわけですからね貢献人は。 ということは結局、さっきの金半減に加えて金半減で追認拒絶するべきではないことに加えて積極的に追認すべき事情があると、ねいいね、しかも今回は、えー、要するに入院費用を無利息で貸していて実際それを当てている金額もわからないけど100万円というのはそこまで多くはない後の事情で出てくるけれどもこの人3000万相当の不動産持ってましたよね。確かね、えー、ということを考えるとこれについて追認拒絶をするということはやはり後見人の職務としても好ましくないよね。 というところを考えると、追認拒絶は審議則上許されないというふうな結論でいいかなと思います。ですから、その答費については丁寧な検討が求められるかなと、分析会ということですので、実際に評価、どのあたりで評価が来るのかなと、この問題を見て思ったのは、 えー、一つは、やっぱりこの筋の立て方ですねあの、まず前提として有権代理構成、無権代理での,無権代理での反論で、それに対しての追認による有権代理戻しというところの筋道を立てていって、問題の所在は結局、この追認ができるかどうかっていうところに行くので、そこまでスムーズにちゃんと法律構成というか、法律関係をほぐしていくという前さばき、それからあとは追認拒絶ができないというところを、まあ、本編の事情に即して書いていくということになるかなと思います。 であとは答案構成には書いてありませんでしたが、えーとね、これ事務管理というふうに考える、まあ、余地もなくはないんですよね、こ,のこれ自身が,このこれが、ね。A が入院しちゃっている状態だからそれを借り入れて入院費用に充てたことが事務管理であるという,ふうに検討することもできますがどちらにせよあの判例の立場によるとあの事務管理だとしても懸命をやった場合には代理行為と同じ扱いになりますよね。 いいね、A 代理人 B という形で検縁をした場合には事務管理ではなくて端的に無権代理行為だというのが判例の立場ですから、まあ、実際に検縁をしている以上は事務管理の問題は出てこないということになると思います。で、は、で、い、ではは問問問目目目ここんなとろすね最初その後 えー、A の自理・弁識能力が著しい解善を見せて、まあ、すごいすご都合主義な問題ですけどね、えー、著しい解決を見せちゃったわけですね。ねその後、えー、貢献開始審判が取り消されるということですね。だから、設問1でちょっと崩れちゃった人はここで一安心しましょう、えー、とりあえずリセットできたって感じですよね。えー、1が2を引きずらないような問題構成ですで。しかし長期の入院生活によって運動能力が低下した A は、えー、介護付き老人ホームに入居することにしてで実際 あのコートに対して入居費用は月額25万円ですねで実際に入居一時金を支払った上で入居していますで本家不動産以外にめぼしいものがなかったわけですねということですから、まあ、友人デーから、えー知,人ですね、知人のデーから弁済期4月末日無利息500万円での借り入れを行っていますでその後親族に騙されちゃったんですよねその,翌あの令和5年6月になってからですねちなみにこれ、弁済期経過してますね 弁済期経過していますので、まあ、この後やりますけれどもおそらくは、えー、問題としては債権、ね、者代券などの検討になると思います債権者代券とか加害行為取消権ということになりますので、えー、一応、弁済期の経過というのは一応ちょっと頭の中に入れておく必要があると思います。はい で実際にこの後親族の E から持ちかけられたんだけれども本当は3000万円の価値なんだけれども、まあ、不当に安く買い受けようと考えさまざまな虚偽の事実を並べ立てて本件不動産の価値は300万円を超えないと巧みに申し言葉巧みに申し向けたで A としてはもういいやと300万円だと信じて疑わずに300万円で不動産売却をしていると、まあ、実際それで売買契約を結んで登記移転をしちゃったという状況です。えー、まあ簡単に言うと親族である D から騙されて、えー、まあ 2, 万円ほど その損害生じさせられたという状況で、まあレジュメだと二ページになりますけれども、まあこの事実を D は知ったわけですね。で、実際三千万円相当だから騙されているんだから取り消せと、まあヒントですね。えー、取り消せと申し向けたんだけれども、いや騙されているんだけれども、だとしても紛争は起こしたくないとして取り合おうとしない。えー、本件売買契約に基づく履行期は未だに来ていませんという状況です。でこの時にまあ問題ですね。一問目についてはそんな感じですね。でまあ読んでいく中で。 まあ多分すぐ、ピッと止まるとありがたかったのはまあ目星財産がなくというところはねえなんとなくあの辺かという感じになると思いますのでまあ一応その辺は意識した上えでまあ何らかの形でえ財産が移出する2700万円相当の移出が見られるような状況になっていますでその中ではいえ本件不動産について強制執行するための前提として登記を抹消したいと考えているつまり売買契約を取り消したいということですよね。 え考えられる複数の法律構成を示した上で D の請求が認められるかどうか、まあ、一応、ポイントとなるのは強制執行するためという言葉がありますので責任財産の保全だなということですかね、えー、責任財産を保全したいということになりますから債権、えー、者代券、差額行為取消権の検討ということになってくると思いますでまず問題としてはやっていくものとしてはおそらくは、まあ、説問にはもちろんつけちゃいますけど本件売買契約について まあ差替行為取り消しをしちゃえばいいのかなというところですね。というところはまず一つ。で今回問題としては複数の法律構成を示すということになりますから、まあ、なんとなく本件売買契約を取り消した上で、えー、差替え行為取り消しを行使して登記移転を求める当期抹消かなを求めるというのが一つでしょうね。でもう一つは債権者代位だと思います。えー、何を代するかってところですね。ポイントはね。 でこの時に取り消せってって取り消さないっていうことが、ね、問題文、事実8にありますから取り消し権の代行使ということになりますね。でじゃあ何を基づいて取り消すかというとおそらくは詐欺取り消しがシンプルだと思います。96条1項の しとということになりますでなお、錯誤、ね、と、えー、詐欺はどちらもへどっちも主張できますからね。錯、ま、誤、あ、取り消しの代行しをしても、まあ、いいのかなと思いますけど、まあ、どちらも、えー、今回、複数考えられる法律構成書いてねって言ってるからであれば錯、ま、誤、あまあ、も詐欺もいけんぜと。 でどちらかというと昨後、詐欺の取消権を持っているからそれを再結済すれば、えー、それを代行使して取り消してしまうという方法があり得るでどっちから書いてもいいですが個人的にはこっちからかなという感じですね、えー、差害取り消しの方から書くかなとなぜかとというと直接的ですからね、こちらのほ、ねえー、直接的であるから、まあ、なんか憲法でも言う話で強い権利から書けみたいなところがあるので、まあ、これだったらストレートに取り消せるという直接の方向下がありますから債権、えー、者として差害行為取り消しをしていくということになる。であとは 設問としてここ、拝点と振られてそうなのはちゃんと要件でやっているかどうかです。当、え、然、ー、民事上のこれ権利行使になりますから424条の要件をまあ満たすのであればすべての要件を満たしているかの確認、えー、再権世代もしっかり、で再建世代忘れちゃいけないのはこれが発生していることを認定してくださいねいいあの詐,詐欺取り消し権を代行使するというふうに書いてもまあ問題はないんだけれどもそもそも詐欺取り消しを、えー、誰だっけ A ができること。 を認定してくださいもう錯誤であれば錯誤取り消しを A ができることを認定してくださいいいですね、まあ、こっちからちょっと言っちゃいますけど、まあ、96条1項はそれは問題ないよねあの事実としては事実6からまあ言えそうでこ言葉巧みに申し向けて錯誤に陥ってますよね、えー、ですからちょっと余力があればそういう事情を拾っていくことになりますねこの辺りかな。 えー、安く買い受けようと考ええー、虚偽の事実を並び立てて価格を超えないという言葉ばをに申し上げたという詐欺の事実詐欺に基づく意思表示だということはこちらですよねその価値は300万円を超えないものであると信じて売却することとしたここのところで、えー、おそらくは詐欺については事実認定できると思います96条1項の要件ですね、えー、96条1項による詐欺による意思表示全部認定できますよね疑問行為があってによって意思表示がなされたということについては言えそうだ。 で作語を書いた方は作語の場合にはきちっと動機の作語ですね。ええー、まあ正確に言うと改正後民法になりますから、えっ、ー、と基礎事情に関する認識が真実の反省事作語ってやつね。あの九十五条一項二号に基づきます。ええ九十五条一項二号に基づきますから、まあ。 社会通念上重要だってことですよね、まず95条1個柱書きに立てば、社会通念上重要ですよね、不動産の価格がいくらか、って売買目的物の価格がいくらかっていうのは非常に重要な事項であって、そしてもし、それは当然のごとく真実に反していて、まあ、取引上の社会通念に照らしても重要なものであって、かつ、この基礎事情が認識が真実に反しています。いいですよねでかつ、えーっと まあ目次的表示があるとと考えていけばいいいけばのかなと思いますでこれあの、回答例では今、私が申し上げて、動機の錯誤ってやってますけれども、そもそもの1号の錯誤でも全然いいですよ。1号の錯誤でも全然いいですよ。あののでなんだけど、書くとしたら2号の方が書きやすいでしょうね。2号の方が書きやすいと思います。要は300万円、本当は3000万円だっていうことを知っていたらやらなかったでしょ 本当は3000万の不動産だと思ったら300万で売らなかったってことになりますからで実際、その意思表示をした当時は300万円で売るということについては何ら意思に欠けるところはないんでまあ2号の方がえこの事案にはすっきりすると思いますまあ少なくともちょっとおまけになりますけどその辺りのところはまあちゃんと認定していった上で、で代行使最初にちょっと債権階から説明しちゃいますけれどもえー弁済機 OK ですよねまあ,あとは要件ですよ。弁債機は過ぎている そして無視力無視力要件 OK で,であとは、えー、と権利未行使ですよね A はその取り消し権権利未行使でかつ最終的に一新専属権ではないと、まあ、このあたりの要件を一個一個見ていけば 代行使はできるんだろうなということになりそうですよね。では、この詐害行為、取消しはどうかってことですけれども、これもま1個一個要件を見ていくってことになるんですが、おそらく詐害意思で切られちゃうのかなと思います。こちらは、えー、実際に410、24条の詐害行為、取消しについてはまあ、各要件を検討していく中で。 A の差例えと問題文戻りますけれども問題文の中ではどうもこれは D を害する意思というものについては全くないですよね、えー、騙されてただ売ってしまったということですから債権者がこれで弁済を受けられなくなるということを何かこう思ってやってるわけではないし特にこの300万円を売ったこの理由として考えられるのは入居費用を捻出するためなんですよね。 つまり自分の自己の生活費に充てるために相当対価だと思って300万円で売ったに過ぎないということですよね。とすればこれは債権者が弁済を受けられなくなるということに対しての害があるとはなかなか見て取ることは難しいと思います。 はい、とすると、まあ、もちろんこれ、それでも例えばこの差河医師というものを解釈の中で債権者が弁済を受けられなくなることを認識した処分認識するだけで足りるって考えれば、まあ、これを売ってしまえばめぼしい財産なくなっちゃうから D に返せなくなるなという認識は持つのでそれをもって差河医師の認定をすることは不可能ではないとは思います。えー、とは思いますけれども、まあ ただその一方でこ,こ,れこの状況を考えるとこれで加害意思ってなってしまうとあまりにもちょっと安易にあの認めちゃっていると加害,害行為取消権ってあれじゃないですか私的自治に対する極めて強度の介入なんですよ。債権者代位と加害行為取消そこが違うわけですよね。債権者代っていうのはあくまで大行使するっていうレベルなんだけれども加害行為取消権となっちゃうと。それは 言ってみれば本来、行うことが自由に行うことができる私的実の領域に踏み込んで取り消して取り戻すということをするわけですよねで。そのようなことについてはやっぱり権力的であるべきということで要件は結構厳しく見るべきだという,ふうに一般的に考えられているのでその差が医師の認定にあたってもその今回のような単なる認識ですよね。 えー、単,単に自分は金持ってねえなと D にか、まあ、問題文には書いてないけれども、まあ、D に500万円借り受けたものが返せなくなる可能性はもしかしたら認識はしているかもしれないけれども、えー、その一方で積極的な差害意思というものは見て取れない、えー、と考えればこれで、えー、差害意思を切ってしまえばいいいかなと思いますで、まあ、余談ですけれども、えー、差害行為はその相当対価でした。 ものののっってていうががあありりままししたた条規定相当な対価を得てした財産の処分行為についてはあの原則として差害行為にならずに例外的に差害行為を認めるというのが改正民法の立て付けになっていました、えー、つまり424条の2っていうのは要するに対価相当つまり300万円のものを300万円で売るとか3000万円のものを300万3000万円で売るみたいに相当の対価を得て財産処分をした場合には。 その424条の2の要件1号、2号、3号すべてを満たして初めて差外行為になるという立て付けになっているでその立法趣旨からすれば要は相当対価を得てした弁済というものについてはやっぱり差外性を原則としてはけんあの差外性が基本的にないものと考えられてるんですよならば今回のように錯誤に陥っていたとしてもその人の内面というのは相当対価を得てした弁済の内面なんですよとすればそのものに対してやっぱり介入すべきじゃないでしょ 300万円って信じて疑わなかっったわわけでしょで300万円てて信じて疑わずにそれで、えー、売ったとっていう場合これがもし本当に300万円だった場合には424条の2の問題になるんですよ本当に300万円ならそうすると1号から3号の要件を全部満たして初めて差害行為性が持つという形で例外的に差害行為になるならばその時に本当は3000万円ってことを知らなくて300万円で売っちゃった場合であったとしてもその人の主観面ですよね その人の内面では300万円のものを300万円で売ったというねそういう状況になってるわけだからならばそのものに対して私的自治の強い介入としての差害行為をすべきではない。 というあたりの解釈論を示せばいいかなというところですね、あの実際なかなか時間がないとあのそこまで回らないかもしれませんけど、ど、まあ分析会ということになりますので、まあ、実際にあの答案を実際に作られた方、本番で書かれた方については、まあ、実際自分が書いたものと、まあ、それをどこまでブラッシュアップしていくのかというのは、ねえー、この後の司法試験にもつながっていきますので、えー、今回、だから、まあ、論じるあたりの肝になってくるところは、まあ、説問1は先ほど申し上げた、説問2であれば、まあ、視点を入れた上で、まで、あ、4、2、3の方ですね、差外行為取り消しじゃなくて、 解決大の方はまあ、要件を丁寧に検討していくことですね。でえー、詐害行為、取り消しの方は詐害医師の認定をどうするかということですね、えー、本物の特殊事情も含めて、えー、検討できれば良かったかなというところだと思います。はい、えー、まあ、達成目標としてはね、えー、とりあえずその問題意識をしっかり持っていければね。あの良いのかなと思いますので。 まあ、是非えー、復習をしていただければと思います。えー、まあ、設問1についても設問2についてもまあ、どちらかというと。まあこの分野だなというのは見えやすくい,いんですよ。分野だな。とは見えやすい。一方でま設、あ、問1。なんかはまあ、現場でパッと見たら、これなかなかパニックを起こしますよね、えー、代理人だった人が。 えなんか大大無権代理人だった人が本人の後見人になるという、ねえー、なんかすごく特殊な事情になってますからそのとぱり当事者の主張反論の組み立ての中でやっぱり有権代理構成、無権代理構成の反論そこからの追認っていう流れをね、えー、うまくいければこの追認が許されるかというところは行き着いたと思いますので,であとは、設問二については寒河医師のところですね、えー、のところを何とかそのもし迷った時にはやっぱり趣旨なんですよね。佐川行為取消しってどういういものですか ととということとあとはやっぱり、差害行為取り消しの差賀、再建世代のやっぱり性質って、やっぱり指摘自治の介入度合いが全く違うんですよね、えー、その度合いの違いから結論が変わってくるのかなみたいなね、ただから今回、現に、まあ、私も結論としてはそういう結論にしていて、差害行為取り消しはできないけれども、再建代はできる、まあ、結果的に同じ方向下なんですよ、結果的に同じ方向下で、登記を抹消するという方向下は得られるんです、結論としては。は強い それゆえにやっぱりストレートにそれを認めるわけにはいかないのかなというなんかその辺のあの、まあ、考慮感覚を持って一応、答案構成は私させていただいたというところになります、はい、では、ですね、えー、と民法、この後憲法刑法と続きますので私の方からは民法の分析会の公表については以上といたします。それれでではお疲れ様でした